皆様こんにちは。今日は久しぶりに本のご紹介をさせていただきたいと思います。今回ご紹介するのは5冊ご紹介したいと思います。1冊目はまずこちら見ますでしょうか。10日もあれば世界一周っていう本です。著者の方は、吉田智和さん、出版社は公文社新書さんになっています。こちらはですね、旅行好きな方でしたらぜひお手に取っていただきたい、すごいいい本だと思います。ちなみに裏を見てみましょうか。こういう新種の場合はこの裏のこの本の紹介が一番トピックで目玉の紹介が書かれているので、新書を選ばれる時の参考にさせていただければ、大体の本の内容とか、著者の人との何とかも分かりやすいのでぜひご覧いただきたいと思うんですけども、この方はもともと会社勤めされてた方であったんですけども、独立されて今ちょっとフリーでお仕事されてらっしゃるのか、でもとても著名な方だそうです。実はこの著者の方の、これは多分初めて出された本だと思うんですけども、その、もう一人の奥さんの方も、同じように、旅行のことを書かれていらっしゃる本かな。そうです。で、大体どんな感じの本なのかなっていうと、ちょっと著作権法にもちょっと触れるので、ちらっとしか見せできないんですけども、こんな感じ。目次を見てみましょうか。目次では、基礎編、実践編、理論編、タイムスケジュールの組み方って書かれてますけども、基礎編では世界一周航空券で何ができるか、実践編では出発直前日本での準備、台湾、タイ、インド、エチオピア、フランスと6カ国目のポルトガル、アメリカで、理論編では短期旅行者のための世界一周航空券の補足ガイドと書かれています。これバスの中で読んでたんですけども、こちらはすごく有効、例えば飛行機とか乗る方だったら、マイルとかも貯めてらっしゃる方も多いと思うんですけども、そのマイルの有効的な貯め方とか、あとはその、この本のタイトルですね、世界一周することによっての、その長所とか短所。ぜひよければ待ち時間などにも読み物として読める本ですので、ぜひお手に取ってご覧くださいませ。では2冊目です。2冊目はこちら、
まあ本紹介の、まあ、第1期でも、まあ、ご紹介させていただいた著者の方でいらっしゃるんですけども、三月あげ子さんが書かれているファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣っていう本の紹介です。この本は主にどういうことを書かれているかというと、ファーストクラスに乗っている成功者、創業社長の方たちのと機内での会話や挨拶で、ファーストクラスに乗っている方のコミュニケーションのテクニックが書かれています。ちなみに三月あげ子さんは大学ご卒業後、日系外資系総合の国際線キャビンアテンダントとして活躍されました。現在はキャビンアテンダント経験者のポテンシャルを生かした企業向けマーケティングサービス、空飛ぶマーケッター、接遇研修などを行う CA スタイルを主催されています。まあ、こちらには書いてないんですけども、実はこちらの三月あげ子さん、公認会計士の資格も持ってらっしゃいます。実はすごい方です。で、まあ、どんなことが書かれているかというと、まあ、もうこれ最初から最後ずっとこう読んでもらった方が、まあ、たくさんいろんなコミュニケーションのノウハウがもうぎっしり詰まってるので、最初から最後まで読んだ方が一番いいと思います。まあ、私はこの本を読んで、そうですね、まあ、私自身もその人との接し方に結構悩むことが多かったんで、まあ、特に社会人になると、そうですね、その会話とか結構コンテンツ、テレビとかだったらその番組のコンテンツとか芸能とか音楽とかいろんな、なんかその要素要素あるので、すごく魅力的なコンテンツがいっぱいある。ですけども、私の中のコンテンツはどうしても、もう経験が少ないので、例えばどういう話題選びしていったらいいのかとか、結構、まあ、同年代と過ごす時間の方が多かったりするんで、上の方とのお話のことお話しする機会があんまりなかったりとかするので、まあ、そういう意味では結構三月あげ子さんの音が出てしまったので、iPhone での撮影に切り替えます。まあ、ご自身の経験のエピソードを交えてこちらの方に書かれてるんで、すごく分かりやすく書かれてございます。で、目次としてはこちら、第1章から第7章まで書かれています。コンテンツをご紹介しますと、ファーストクラスに乗る人は人たらしである。まあ、そうですね、人たらしっていうのは、まあ、例えば、まあ、人懐っこい感じ、まあ、だからあまり嫌な感じを覚えさせない感じの人ですかね。まあ、例えば、すごくいろんな方に話を聞いていただける人物像のその要素の一つが、まあ、人たらしっていう、まあ、感じの意味合いになると思いますけども、その方々を分析した感じの本でしょうか。まあ、こんな感じで出ています。で、第2章が、ファーストクラスのコミュニケーションを
ビジネスに生かす。3章、ファーストクラスになる人は傾聴力の達人。第4章、ファーストクラスになる人の感謝の表現。第5章、コミュニケーションの手段は言語、言葉だけじゃない。第6章、ファーストクラスになる人のクレームのつき方。第7章、キャビンアテンダントが実践しているコミュニケーション術。では最後まで終わりにと言われています。ぜひよければ、すごく飛行機での、そのシーンでのエピソード、もう本当にまるで飛行機乗ってるような感じの語りでお話しされているので、すごくこちらも読み物としてすごく読める本だと思います。一度ぜひご覧にとってご覧くださいませ。次はこちら、今度は、今までは新書だったんですけども、次は小説を紹介したいと思います。こちら、思い出の時修理します。作者の方が谷瑞江さん、出版社は、集英社文庫さん。どのような本かというと、こちらの古本で買ったんですけども、どんな感じの本だというと、仕事にも運の疲れ、都会を離れた美容師の明かり、引っ越し先の子供の頃に少しだけ過ごした思い出の商店街を、木の上と飾ったお店を見つけます。実は時計店だったそこを営む青年との知り合い、商店街で起こるちょっぴり不思議な事件に巻き込まれるうち、彼の気持ちが明かりがある日に強く変わった。どこか懐かしい商店街が舞台に心を癒やす名作短編集、文庫書き下ろしてもらっています。こちらですね、すごく綺麗だなと思って、ファーストインプレッションをちょっと、カードから変えたかったんですけれども、こちらは、その前に谷瑞江さんの紹介が出てますね。2月3日生まれの三重県のご出身、1997年のロマン大賞佳作を受賞、デビュー。集英社コアウト文庫でご活躍中です。小説構成としてはこちら、黒い猫の頬、赤ネームのワンピース、季節外れの日傘、光をなくした時計師、虹色のバスローニーで解説が入っています。こちらはですね、イラストは載ってない感じですけれども、これすごく情景描写が本当に綺麗に描かれています。そうですね、大体の概要だとなると、引っ越してしきた一人の女の子がふらっと立ち寄ったその時計店が、実はその立ち寄ったその女性自身の知り合いのおばあ様に出会います。あとはその時計店で仕事をされてる、仕事をしているその、この謎のその時計店の主人に会ったりで、あとその引っ越してきた先の、その主人公の女性の友達も出てきたり、その引っ越し先で出会う人々との
人情、人情ロマン、人情ロマンか、まあ、すごく不思議な話だったりします。まあ、猫とか出てきたりとかですかね。まあ、私初めて谷さんの、まあ、作者の谷さんの本をちょっと買ったのは初めてなんですけど、すごくほっこりとします。これがご紹介でした。第4冊目、こちらは、少しちらっと紹介したことがあると思うんですけども、夏のコミックマーケットで買った本です。500円でした。作者の方は、この庭の、ね、もうちょっと最後に入るこの感じの残ったりしますね。こちらの方は、雪宮千代さんが書かれた本です。こちらは、まあ、中身は、まあ、全然紹介するとまた著作権の方に触れそうな感じになって、こちらの方はちょっとお見せできないんですけども、その冒険中の、まあ、ちょっとしたラブコメみたいな感じのコミックですよね。まあ、冬コミも、冬のコミックマーケットにも多分、続きの作品というか、新しい作品が出られそうなので、まあ、また折りがあれば、写真集かというと、この方の方です。高山みなみさんです。高山みなみさん、声優、アニメ名探偵コナンで活躍されている声優さんの写真集です。こちらは実はもう非売品なので、置いてないと思います。置いてないというか、ファンの、なんか、ファンクラブかなんかどこかで、入手できた貴重な、かなり貴重な本だと思うんですけど、どういった内容かと、まあ、とりあえず、まあ、一部のページだけご紹介しましょうか。どんな感じかというと、おそらく、まあ京都か寺院の、まあ、旅行中なのに撮られた、撮影された写真です。まあ、とても綺麗な写真になっています。まあ、すごく綺麗に写ってると思いませんか。すごく私はこのページが一番お気に入りですね。まあ、そのご自身のその活動、まあ、声優活動とか、まあ、音楽活動で、まあ、多分その記念事業的に、まあ、作られた写真集じゃないかなと思うんですけども、まあ、いろいろその旅行先で撮られた写真が多く詰まっています。以上が、この12345冊の